やー、皆さん、ザ・ロング・ダーク・ウィンター・ミュート、やっていこう。ですね、今回は、終わったかと思えたサバイバルレッスンも実は続いていて、それをやりに行きます。現在、朝ですね。朝飯食ったんだっけな。食べてません。腹減ってます。食べましょう。肉を食おう。こんだけあるんだ。ライフル使えばね、私か仕留められるんですが、もったいないんで、それはやりません。あとはお茶でいいや。お茶じゃないな、ハーブティーだな。まあ、こんなもんかな。じゃあやるか。重みは大丈夫かな。まあ、大丈夫でしょう。これ何この心臓のマークは。わからん。さあ、やるぞ。ストーリー。食べられる植物。できるならここでベジタリアンにはなりたくないな。ここに住む動物のほとんどが肉食なのは偶然じゃないよ、マッケンジー。食べられる植物はあるのか。そうだね。一年のうちほとんどはベリー類や木の実、マッシュルームなんかを食べられるよ。でも、冬にはほぼ期待できない。何かあるはずだろう。ガマ食べてたろ、お前。あ、ガマなんかがあるよ。味は悪いが上はしのげる。大抵は水辺に自生してるね。ガマって生で食べれるんですね。俺も食べてみたいな。もうガマ買ってきて動画にしようかな。レイシキノコは切り株に生えてるんだ。レイシキノコちゃんは自然の抗菌薬になる。小さなベリーのような見た目のローズヒップもお茶として飲むことができる。傷を癒すのに役に立つよ。サルオガセは木にぶら下がった状態で見つかる。包帯の内側に巻くと、あ、これか。この前狼に噛まれましたよね。包帯を巻く前にこのサルオガセを使うんですね。その後包帯か、なるほど。これらを見つけられるようになることだね。あんたの命を救ってくれることになるよ、マッケンジー。準備はいいかい？イエス。やりましょう。じゃあ頑張りな。そうだ、ウサギを殺すことも忘れるんじゃないぞ。わかったよ。必要なのは、サルオガセ8、ローズヒップ8、ガマの茎4。そんな難しくないですよね。そこら辺に生えてるもんね。ただガマはな、もうなんか全部食べちゃったんじゃね？今から見つけろって言われてもな。サルオガセどれ？どこにあんの？サルオガセ。レイシキノコは3。あ、ローズヒップ8あるわ。これも8。で、あとは、ガマか。ガマ4はきつくね。水の周りだよね。もうこの辺りもないんじゃないの？違うとこ行くしかなくね。トンネル越えてあっちの凍った、何？湿原？あっち行こうかな。まずは、切り株を見つけましょう。湿原の方、凍った池の方まで行くと多分、どっかには、ガマ生えてますから。ここね、狼がうじゃうじゃいるんで、あんまり行きたくないんですよ。死にまくりましたから。さあ、見つけるぞ。なんか左の方から来そうな気がするな。でも俺今匂うようなもん持ってないよな。ああ、焼肉があるか。切り株ないな。こっちは。ああ、あったわ。あんじゃないのか、そこに。でも食える草があるってことは狼もいるんじゃないでしょうか。ガマはあり、ああ、奥の方にあるの多分ガマだな。問題は、レイシキノコがあるかどうか。
あ、これガマですね。ガマ、ガマ4つですからね。これでまず、1、2。これもう終わりじゃね？終わんじゃないのか。いやー、キノコないな。なぜこう欲しい時にないんだ。寒くなって死んじゃうよ。くそ。晩飯の分のガマも取っとく？そんな鼻息荒くしないで。帰りたくなっちゃうじゃん。ガマの茎と方どっちを納品すんの？茎か。そうか、茎の方食うもんね。めちゃくちゃあるな。今回の晩飯の分も取っとくか。あ、キノコあった。ウサギも忘れんなっつったけど、ウサギ取ってたら多分死ぬな。ちょっと探索もします？いやいや、取れる時にキノコ取っとくか。もしこの先狼に出会う場合もあるから。キノコはあといくつだっけ？ 4 つだっけ？5個ですね。1、2。足らないぞ、全然。こっち行ってみる？あ、あったあった。3、4、5。あ、終わった。もう動画終わりだわ。帰ろう。15分もやってないかもしんない。さあ、終わりですね。帰りましょう。ウサギ集めると無駄に長くなるからやめよう。ただこの池の周りにあるガマだけはもらっておきましょう。食べれますから。調理もする必要ないですからね。ほはいいや。あ、これもか。じゃあ行こうか。帰ろう。今重さは36キロか。だんだん重くなっちゃうね。帰りに狼いたりして。そういえばまだクマ見てないな。なかなか出ないもんですね。どこにいんだっていう話だよね、そもそも。あ、向かい風で進みが悪いな。走れるかな。あ、これ走ってるって言わないな、これ。やめよう。腹減っちゃうからね。本当に合ってるから、ちょっと待って、ガマ11本でしょ？ガマは大丈夫だ。で、キノコ5。ガマ4。大丈夫です。終わりですね。間違いない。ちょっとここで温まる？温まれてる？そもそも。ないな。これやばいな。帰るしかないな、もう速攻で。最悪寒くて死ぬ可能性出てきた。あ。ここでじっとしとけばちょっとは温まれますね。じゃ、一旦セーブだな。19番。温まってると時間かかるからな。やめよう。これは向かい風かな？松明持っときゃちょっとは違うかもしんないけど、ランタンの燃料もないんだよね、もう。マッチあるから使ってもいいかもしんないな。でも布がもったいないな。布5枚と枝木15本で、スノーシェルター作れるんですよね。作りたいんですよ。いずれ。
使う機会があるかどうかはまた別として。オオカミいませんね。進行方向にもいるようには見えない。寒いな、なんか今日やけに寒いな今日は。今まで食料がたくさんあった僕だと、今日は動かずに家にじっとして待ってましたね。グレーマザーの家なんかだとね。ただもう食料なくなってきてるんで、この程度であれば強行突破するしかないですね。だんだんウサギも出なくなってきてるしな。今までいた場所にウサギが出なくて、ちょっと遠いとこ行かないと会えなくなってきてます。もう殺しに来てますよ。確かこの前はこの丘の向こう側で狼の遠吠え聞いたんですよ。もしかしたらいるかもしれません。まあ、フレアありますからね。あと何本だっけ、フレア。2本ぐらいかな。で、信号拳銃の弾が一発落っこってたんで、あれ、拾って、まあ、予備も含めて弾2つですね。で、ライフルの弾はあと5発ぐらいかな。きつくね。どっかで新たなフレアが欲しいな。松明はね、そんなに長い時間持たないんですよね。それに、寒いと、こう風が強いとね、松明火つけらんないんですよ。だから夜、狼に出会った時もう、無理ですよ。ここ通れるんだよね、確か。寒さは今、まだ大丈夫だな。前回こっちから行ってるけど、こっちから行ってみよう。行けっかな。行けそうですね。今の鳴き声は、鳥？狼？どちらにせよもう納品して終わりだ。早いな。ガーマ1234、あとキノコ5個だ。全部だ。終わりだ。帰ろう。あったまりましょう。で、飯食って話して終わりだな。今回の飯は、肉かな。肉、早く食べないと腐るでしょ。腹は減ってますね。あー、寒いな。これ温まるべきだな。85% 濡れている。ちょっと寝たいな、もう休憩でもすっから。一旦、カップ入りのハーブティーを温めよう。温めて飲みましょう。温まったやつどれ？あ、これだ。あとはガマ食べましょう。ガマ重いね。こんだけあれば重さもありますね。でも腹いっぱいになるね。だいぶ。あと2本か。結構な量ありますね。あの、名もなき湿原だっけ？スペンス農場の前のでかい池。あの辺りうろうろしてるだけでも、何日かは持つかもしんない。じゃあ話すか。
Yeah, well, thanks for the help. I think I'm ready to get out of here. I have a little graduation present for you. Oh yeah? Here. Well, thanks. He did it. You've earned it. And I have a feeling you're gonna be needing it before you're through. I have a feeling you might be right.ということです。次回はまた新たなミッションでも受けようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。